ですよ。今回はですね、まあ、ハートのかけらを集めていくなら徹底的にということで、届かないんかーい。ちょっと待ってね、あいつがめんどくさいんだけど、まずはね、こいつでぶっ飛んでいかなきゃいけないんだけど、その前にやることが、ふるやいからその変身ブリブリチャ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 あ、ちょっと、ミス。前からですね、こういうことでね、時間を使ってしまうというところは、まあ、はい。で、今回の目的は、前回に引き続きなんですけど、ハートのかけらをですね、集めて、16個になったら、できるイベントっていうものがありますので、それを、目指してやりつつ、で、もう一つがね、あれなんですわ、残り1個の、仮面が残っているので、それを集めたら、いよいよ次に進められるかもっていうところなんでね、はい、そこまでお付き合いいただけたら最後に、すげえ雑談になるんだけどさ、なんだろう、社会人になってこう大阪とか、まあ、京都とかね、まあ、それから、まあ、奈良とか、あとね広島みたいなね、こういろいろとこう観光地としてさ、パッと思い浮かぶようなこう都市をこれまで担当してきたんですけど、どうだろう、こんなこと言ったら超失礼だっていうことはもう100も承知で言うんだけど、岡山県のお客さんをね、これから担当していくことになるんですけど、これからっていうか、まあ、まあ3月から担当してるんだけど、3月じゃなくて正式には4月かから担当してるんですけど、これ届くのか、ちょっと、そうで、結局浮かんだのが昼前焼きそば、なんか B 級グルメでさ、焼きそばがなんか有名みたいなのが岡山県あったと思うんですけど、出てこねえし、出てこねえし、お魚くわえた出てこないドラえもん、本気でたぬきの青い色病気かい。で、それはいいんだけど、そう、なんか全然出てこないし、よいしょ、おい、オッケー、チャラ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 ン、ピキピキっと、そう。でね、結局ね、まあ、きびだんごと桃とマスカットがあれば十分じゃないかっていうね、グルメな方向にこう、なんか結論付けた、それはまあいいんだけど、なんか東京から来た人にね、マスカットとか桃とかって別に山梨があるから岡山に来てよくねって言われたんで、僕はね大阪に住んでるわけですから、大阪に住んでるって、まあ大阪に住んでるって、まあ、関西の人間だから、マスカットと桃とね、でこの話をずるずる引っ張ってる間にですね、あそこにある宝箱の中にハートのかけらっちがあるっち、ラジバンダルっち、くる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 っていうところだと思うんだけど、おーペイよくやっていける、これ落ちたらめっちゃめんどくさいことになるから、とりあえずダラ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 、これハートのかけらだよね、違ったらもうエクスタシーを感じて、もう行っちゃうっていう話なんだけど、あ、よかったよかった、ハートのかけらね、よし、あー、まだあと3つ必要なのかということで、とりあえず予定している場所他にもあるので、どこだっけ、どこだ、ちょっとお待ちよ、ちょっとお待ちよ、画像が止まっているわけでないのでご安心ください、ちょっと待ってね、OKOK、思い出した、よっしゃ、行きましょうということで、次なる場所へ飛んでいって、まあ本当はね、16個まで集めたんだったら、残りのハートのかけら20個も集めろよっていう話なのかもしれないんだけど、まあそのうちの4つはね、どうしても出すことステージまで行かないといけないし、そう、ピカチュー。オッケー、じゃあ、ここに来て、ちょっと待ってね、もう先っかちょっと待ってねしか言ってないんだけど、ここで人肌脱いだら
おちんちんがさらけ出ちゃう。いやいや、そんなクソしょうもないこと言ってねえで、そう、お邪魔しまーす、みかんです。ここがエヴァンの部屋なのか。あれ、エヴァンの部屋どこだ。エヴァンどこ。エヴァンの部屋でうんぬんかんって言ってたと思うんだけど、ちょっと待って、ふゆ、あれ、そこ、ここがエヴァンじゃねえか。だよね、だよね、お邪魔します。あ、なんかエヴァン探してた、エヴァン探してたって、なんかめっちゃみんなに言われるんだけど、エヴァンここじゃ、あ、ちょ、間違えたわ、全然違った。あれ、エヴァンどこ。ちょっと待って、俺わかんなくなってきた。ここでハートのかけらを取った記憶っていうのが一切合切ないんだよな。ちょっちまっちに、ちょっちまっちに、上か、あれ、てかなんかね、自分の部屋に行って、そう、三河自身の部屋に行って、なんか見つけなきゃいけないみたいなことが書かれてたと思うんですけど、果たして本当にそうなんだろうかっていう疑いが拭いきれないということで、こんなところにあれだもん、お部屋っちがなかろうっちっていう話だから、どこっち、あっちっち、あっつ、どこなんだろうな、どこなんだろうな。そうなんですよ、もうね、毎日のようにもうね、あれ、そろそろ涼しくなってくる頃じゃねっていうけど、まあ言うても9月の序盤とかだったら、9月の序盤中盤とかだったらね、ブイーやばい、いえいえいえ、ゾーラ折り方の問題、そうじゃないでしょう。で、こっち進んでいって、ここか。お前リーダー心配かけんなよ、ちょっと。お前ら毎回なんなの、その楽屋に潜んでるさ。よし、オッケーオッケー、しゃべりましょう。卵ごめんと。でもこれ、取り戻したとしてさ、こいつに差し出す意味ってあんのかな。差し出したらなんか、あの、おお、よくやったってルピーをくれたりとかするとか、そういうことじゃないですよね。なんかめちゃくちゃ思ってた以上にガンガン喋ってくれますやんっていう話なんだけど、そんなことは気にしないでさ、戻っていきましょう。ドゥンドゥドゥン、オープンセサミでピンビビン、あそこもみもみ固くなってくる、不思議な冒険始まる、ルル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 、お邪魔します、ドン。違うな、なんだ、ただの半魚人か。なんかさ、ルル元気いっぱいおっぱいなのにさ。ああ、はいはいはい、もうそろそろ大丈夫です。で、お前と引いても仕方がないよね、多分セッションできナッシングだから。戻ります。ちょっと待ってね、ん、すごいグダってるのは承知なんだけど、ごめんね。グループセッション、あれ、こいつの名前なってたっけ、あれ、ちょっと俺、あの、確か書いてた気がするとき見逃しまった。いやー、元気か。あ、ちょっと喋れないんだけど、ん、あれ、おしゃべりしようよ。そんなさ、一人でなんかもう行く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 とか言ってるって、あー、おまけにルル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 ル、お、セッションイーズイ、イーズイ、ダンダンダダン、ダダダダン、ダダダダン、お、いい感じだぜ、ダンダンダン、ダダダダン、オッケー、あ、よし、違うんかい、そん、まだプレッツって、うん、いいやって、もう選択肢がさ、もうなんか、あの、俺には2回目のセッションをさしてあげませんからねっていう、こう、なんか、神からのお達しが来てる感じなんで、でん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 、だだだだ、オッケー、でん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 、だだだ。オッケー、ダー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 、おーめーともセッションするのがよ。まあセッションしてたんだけどさ、おお、急にどこからともなく現れたスポットライツ。これ4本だから、こいつベースなんだよね。私の方が何本あるんだ、特製要因図みたいになってる。またの名はパレート図、違う、まあなんか IT パスポートとかさ、情報セキュリティマネジメントだっけとかっていうのをね、勉強する。あとあれだ、あの、中小企業診断士とかそこら辺の資格を、うわー、めっちゃ盗み聞きしてきてるわ。何、そんなに俺たちのセッション良かった？弦楽器で組み合わせとして個人的に最高だなって思うのはやっぱね、あのね、FF7 の、あの、クライシスコアの方で流れるね、あの、自由の対象だね。あの、ギターと、バイオリンがね、一緒にこうセッションするね。チャー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 、チャーチャーチャー
チャ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 、何かねえかな。そうです、私が変なおじさんです。あ、変なおじさんだから、それはもうみんなが周知のことなんだよな。32にもなってこんな変なことをベラ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 喋ってるとね、どうしてもやっぱりね、みんながみんな変態だと思うんだけど、まあ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 、まあ、でも変態って思われてたらもう勝ちだよね。変人ってことさ、ギリギリ人としてのさあれが残ってるからね。ちょっと待ってね、いろいろとなんかね、あ、なんかどっかにミカウがなんかピックショットを指してなんか登れる場所があるっていう風に書いてあったけど、こいつじゃないのか。あれ、そうなるとあれドラムッチのところだよね。上行けそうなとこないですね。ここね、いいな、一人一部屋か。なんか俺だけ共同生活みたいになってるんだけど、1ヶ月1万円生活、耐えきらなかったらあなたを家賃滞納で追い出します。まあ、あの家賃払ってても滞納となって追い出されますみたいな、そんな感じになってますよね。ということで、出てきたはいいけど、ここか、ホタテ3枚で、ハマグリになります。大きさは縮んでる気がするけど、そうなるか。そう、あのハマグリもさ、春頃かな、6月くらいまでがなんか季節なのか、すっげーシンプルにうまいのあるよ。あの酒蒸しにするっていう、あの料理酒を入れて焼くだけっていうね、あのパカッと開いたタイミングで食べたらもうね、たまらないですよ。まあ、あのお好みでね、あの醤油バターにしてもいいのかもしれない。醤油バターはどっちかっていうとどうだろう、ホタテっていう印象があるけど、みんなどうかな。でね、ここに実は書いてたっていうね、はい、すごく熱いって言って、何がだ、今週のラッキーカラーグリーンだそうだ。そうなんです、あなたはお亡くなりましたが、グリーンが来てくれたおかげでですね、もう一回見てる、めんどくせえめんどくせえ、もう、オッケーオッケー。ジャパスっていうのね、ジャパザハットみたいな、ジャバザハットか、ジャバザハット、そう、あのおっぱい丸出しのね、あのお姫様に首絞められて死ぬっていうね、キャラなんだけどさ、あれ元ネタは何なんだろうな。なんかあれを継承したのがさ、モンスターズインクに出てくる、私のなんとかなんとかかんとかってなんかねちっこいナメクジ、あれとなんか似てるよね。そのジャバザハットの方にお化粧してさ、丸メガネかけさせたらもうなんかそれそのものになりそうって感じがするけど、実はモンスターズインクのでじゃないの。ね、結局ディズニーにスターボーズも取り込まれたわけだしさ。で、これを一人でセッション吹いたら OK なのかな。多分あれだもんね、さっきその、あのジャバザハットとかさ、あれ、はいはいはい、で、もっか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 、これ後ろで、てかそうなんですよね、こう一人で、まあでも芸術家じゃないか分かんないんですよね、どうしたらいいかっていうのがさ、ということで、おー、反応した、 OK、 ビクンビクン反応してる、ブル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 バイブレーションのこっちを、いけるいける、いっちゃうの、さすがさすが、あれだね、リーダーだけあって音楽でいけちゃう系男子なんだね。じゃん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 、ちがわい、うわーすごい、にすごい浮いてる楽器、骨がなんかほねほねしてる、もしかしたらあれかな、グヨーグの全身のあれなのかな、あの水の神殿じゃなくて何だったっけ、グレートベイの神殿のあのボスだったやつの骨から作ってるのかもしれない。やばい、めっちゃ咳出そう。失礼しました、ありがとう。あなたのハート、あなたのハート、盗作だなんて思ってないよね。いや、ブリブリ盗作してるんだけど、でも大丈夫、でもあの出どころはジャバザハットのミカウだから、そこは許して死んでよ。これこの中で浮いても大丈夫なのかな。次行くべきところ、今日眠い、今日まだ比較的早い時間帯なさ、あの夜中の12時回ったばっかりのところだからね、まだ比較的あのいつもの収録をしている時間と比べたらまだ早めなんじゃないかなって思うんですけど、まあ十分遅い時間なんだけどね、まあ朝早いしさ、本当にもう部署変わってから超忙しいからね、まあ部署変わる前からも超忙しかったんだけどさ、結局人間忙しく生きているのがいいのかもしれないですけどね、暇よりも忙しい方がいいし、なんかね、忙しい人間の方がやっぱりさ、なんかすごい働いてるかもな。実際働いてる、働いてる、そうそう、なんかさ、やっぱり
自分が忙しくしててさ、こんなこと言うのもあれなんですけど、別に敵対心燃やすとか、なんか敵対心燃やすって言い方変だな、なんか敵対するわけでもないし、まあ、その人が人生だからさ、好きにしてよって思ったりするんだけどさ、なんかさ、シンプルにさ、なんかさ、やっぱ仕事とかさ、会社のことにさ、不満を持ってるやつ いるじゃん。で、それをさ、多分だけど、会社に直接言うことができないとか、上司に直接言うことを受け入れたな、これが。上司に直接言うことができないからっていうので、X とかでさ、つぶやいてる人がいたりするじゃん。これ、アップデートとか、あれ、っていう。あ、なんか今、出てない。なんか今出なかった。あれ。モニカは、ああ、こっち向くか。あ、違うな。これ、あれ。こんな安っぽいの、このわけだ。ん？ん？どこだ？なんか、ここかに沈んでるっていう噂を聞いたことがあるんですが、気のせいなのかもしれない。そう、ね、それか、なんかさ、なんだろう、いつ見かけたかな？結構前に見かけたかもしれないな。なんかさ、なんか時給、じゃな、月給20万円程度でやるような仕事じゃないよって、こんなのインドだったらそもそも定時に来ないで20万円がもらえるだけの時間帯でしか働きませんよみたいなことを言ってるなんか投稿とかがあったりして、まあそんな類の投稿なんか毎日のようにどんどん溢れかけてるからさ、あれなんだけど、そんなこと言うんだったらじゃあインド行けって話なんですよ。インド行けっていうか、もうそこの文句だったら会社辞めて、じゃあのあなたが言うところのもっとなんかね、月給もらえる会社に行ってしまえばいいんじゃないのとかって思ったりするけどね。結局仕事を辞めれない理由とかさ、遅刻ができない理由とかっていうのをなんかこじつけて、でもそれって自分が選択していることなのに、あたかもその環境を整えているところが悪いみたいなところ、まあそれはね、月に残業80時間を100時間させてさ、基本給20万しかもらえないですっていうのは確実にブラック企業だと思うから、そこはやめた方がいいのかなと思うんですけど、でもそのブラック企業だっていうことを認めつつさ、自分から移動しようとしないわけじゃん。転職したらいいじゃないか、副業したらいいじゃないか、投資したらいいじゃないかって、いろんな人間のことを目指すところはありますっていう話ですよ。金が稼ぎたかったらいろんな手段考えてみろって、考えるお金がないからそういった X で文句言う資格ないんでしょっていう話なんだから、思うんすけどね。まあ皆さんどうすかね。そうは言っても仕事を簡単に変えるなんてできないよとかって言うけど、いやいや今引く手あなたから、あまただから未経験でも年収400万くらい保証してくれる会社なんかザラにありますよ。つまりそれ以下しか、それ以下未満しかもらえてないような会社なんか、正社員で働くことを考えればさっさとどっか行っちゃえばっていう感じだと思いますよ。と思うんですよね。さよなら。よいしょ。次新作なのでビッグ金回って、あルピーをもらうところでハートキャッチャープリキュールを。まあでもこれに関してはどうなんだろう、その人の立場に立ってみたら、それがもし一社だったとしたら、まあまあまあ、その転職っていうことに関して怖いのかなと思ったりもするけどね。多分僕はもう2回転職して今3社目にいるから、転職っていうこと自体に何の抵抗もないんだけど、嫁さんなんかね、僕の嫁さんなんかはプロパーで今の会社にずっと、まあ、育休を挟みながら仕事をしたりとかしてるんで、まあ今からね、ちょっと別違う会社に子供を抱えた状態でどっか転職するっていうのは、まあ、ちょっと怖いよねっていう、まあ、話とかしてくれた話とかになるのは、まあそれはまあいたし、ミスった、なんでそんなに持ってると思ったね。ねえ、そりゃそうです、冗談ですわ、預けます、預けます。と思うんすけどね。うん。まあ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 、まあ、何を思うんすけどねって、今の話、多分ね、嫁さんの話してたのに、と思うんすけどねって、全然脈絡つながってなかったけど、すいません、すいません。と。まあ、だから、なんかさ、ほら、僕の動画なんか、ご覧いただいたらゲーム実況なのになんか、こう、ちょっと説教っぽい感じになってしまって、大変恐縮なんですけれども、まあね、どうせ趣味でやってるものなんだから、あいつでくださいよっていう話なんですけど。そう。んな、あっ。発生だった。そう、とりあえず50ルピーを集めないといけないので、そう50ルピーを集めれば、そうで、あともう一つね、夜中 の, その9時にあいつをぶちのめさなきゃいけないので、
サクラを3個に変えることによって、最終日によあの夜更かしのお面が手に入るんですよ。夜更かしのお面もね、あの最初のその初日に、最初の初日なんか頭痛が腹痛みたいなこと言い方しちゃったけど、あの要は初日にあの左近をぶちのめしておかないと夜更かしのお面が手に入らないって言うんですよ。ただその一方で左近をぶちのめすことができなかったら、あ、じゃあぶちのめさなかったら、あのちゃんとね、あのアンジュとカートをイベントに進ませることができるんですよね、うん、要はあのなんかリンクが倒しちゃうことによってなんか自信を失うのか知らないけど急にね、あのサコンが現れなくなって、あの2人のカーフェかカーフェのお面をパクったっていう、なんかそのシナリオが消えちゃう設定なんですけど、あれ何なんだろうな、ね、うまく泥棒できなくて、もしかしてあれなのかな、なんかあのガノンドルフか誰かにその情報してて、てめえこの野郎俺に情報するはずだ、爆弾のお面渡し上がらないでぶち殺すって言って、多分あの封印代わりにされてるのかもしれないね。だからそれ以降の作品でサコン出てきてない、まあ多くのキャラがあのムジラの仮面以降出てきてないキャラ非常に多いんだけどさ、インパとかさ、たまたまこの作品とか出てきてないけど、ありとあらゆる作品に姿形を変えて出てきたりとかしてるからねなんか結構基本さ、あの僕の作品はさ、あのボインでさ、なんか村長っぽいポジションが出てきたんだけどさ、それ以降の作品とかでさ、結構ババアで出てくるケースが多かったよね。ウバンとかさ、まあね、まあもうちょっと若くてもいいんじゃないかなと思ったりもするけど、まあ結果のちょっとちっちゃくてシワシワなお方になって出てくるっていうケースが結構多かったりするよね。うん、あれトワイライトプリンスって出てきたっけ、なんかあんま記憶ないな。その後のスカイウォークソングとかに出てきた記憶があるし、あとなんだっけ、ティアキンかな、あのブレーラーやったことないからわかんないんだけど、ティアキンの方はうんだったかな。ティアキンもね、結局ね、嫁さんがメインでやってて、もう購入して1年半近く経つのか、あれ去年の5月とかだっけ、売り出したの。その 1、2 ヶ月後くらいに買ったから、まあまだ1年数ヶ月ってところか、うん、なんだけど、まだね、いまだにね、あのガノンドルフまでたどり着けていないという惨状が繰り広げられているというところだから、まあまあまあ、そんなことは気にしないでね、自分たちのペースでやっていくというか、まあ、嫁さんに託すっていうところなんですけど、果たして、これで、あ、おしょ、OK、てりりーごちそうさまでーし、あと、そっか、4つ目か。OK、じゃあこれで、再びですね、行きたいところに行けるようになったので、そう、あと16個を手に入れないと、あの、ありとあらゆるボスと戦うためのね、中ボスラッシュみたいなステージがあるんですよ。なんだっけ、ターミナルの神殿じゃなくて、グレートベイの神殿、ロックビルの神殿、ウッドフォールの神殿、雪、なんだっけ、スノーマウンテンじゃなくて、あれ何の神殿だったっけ忘れた。そう。の神殿、とりあえず雪の神殿のそれぞれの中ボスが出てくるということで、ロックビルの神殿のやつに、もはやの雑魚キャラ扱いされてしまった、あの、通常 BGM が流されてしまった、あの、マグゴナガル先生も出てくる予定になっていますんで、あの、よかったねっていう、あの、その、まあ、ロックビルに入る前に、あの、行こうと思えば行けるようなステージだから、まあ、一応ね、あの、格上げされているというところだったと思うんですけど、あ、でも実際さ、ロックビルの神殿でボスガロって出てくるけど、そのボスガロと戦っていないと、だって、ね、殺された魂を癒すためにとかって、なんかうんぬんかんぬんとかって言われたりとかするから、あれちゃんとボス倒してない、中ボスとして戦ってなかったら、あと16個集めても実は戦えなかったとか、そういうオチになるのかな。もう今回ね、6ビルクリアした状態になっちゃってるから、ボスガロとこれから戦いに行こうと思ったら戦えるっちゃ戦えるんですけど、ミルクは誰のミルクなのか、ちょうどじゃあもうエッチュでいっぱいおっぱいやる、おっぱいをやりましょう。さて、オッケー、下の上で転がしながら、あまりおすすめすることができないという、ちょっと不出来なやつですね。でも、あの、値下げすることなく200ルピーでぼったくってくるってところなんですけど、まあまあまあ、そういうことでね、いいでしょう。さてさて、これで無敵になったところで、矢をぶちかましまくれる状態を作っておいて、言うてもあと48本しかないんだけど、まあそんなことは気にしないで、まあどうせね、どうせ手に入れりゃ、それは問題、いってーな。問題がないっていうところなので、さてさて、とりあえず飛びましょうと思ったけど、ちょっと待ってね、あと2時間か、あと2時間だから、そう、ちょっとごめんね、一瞬カットしました。はい、カットさせていただいて、いやー、
怪しさ満載な上にさ、ちょ遅いよ。よし、さあ行きたい。ちょっと危ない。あば、はい。これあと。で終わり。でこれをね、ずっとこの憲兵何してんのってなの。剣を持って魔物と戦う準備ができている子供をですね、あの不正で、でなぜかですね、目の前で起こった泥棒に対しては甘々でどうぞお前通れ。3日後には月が落ちてくるから気をつけるんだジョって言って、で通させてあげるけど、優しいよね、優しいというかもう愚かというか、はいごちそうさまです。で何もくれなかったね、ババア。なんかせめてルピーとかくれるとか、なんかそんななかったのかなと思ったけど、へえ、2周目以降何の旨味もないんだ。なんかせめて爆弾くれるとかしてくれたらよかったね。いやー残念無念、また今週ということで、毎日動画を上げておりますので、まあ、ちょっとパートとしては毎日動画を上げているわけではないので、ご容赦ください。飛びます。さてどこに行くのかな、どこに行こうか、ほにゃやきはとここに来ました。そうです、まあ知ってる人は知っている、知らない人は覚えてね、オイラはブイラハーンってやりながらやって、あーで、ね、鼻水が当たる、鼻水来たね。そう、そんなことはどうでもいいんだけど、ですね、でここを泳いで行って、そう泳ぐことによって最後のなんかハートキャッチプリキュアスタイダー、コロボなぜその向きで落ちてゆく、ルル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 ルなんか僕らって感じなんだけど、あ、いやーは一応思ったことさて、で、ここでほい、あ、やっぱ借りに行けるね。チャラチャチャーチャラチャラチャラチャチャチャラチャ右から左、おめえまたいたのかよ。どうやらいかがなに集まるさまよる魂たちを成仏いかな、未練じゃうじゃ部屋のやつらお前に会いたいよ、歓迎してくれる。どっちかというとグランチルダっぽい感じで喋っちゃったな。懐かしいな、もうだって半年前ですか、グランチルダと遊んだのもね。いや、やっぱラス、おい、ラスボス戦はこうなんかふさわしかったというかね、え何回も何回もやられた末に、なんだかぶち倒すことができましたか、ね、ということで、確かここは50ルピーが4体分の200ルピーが集められるのだ。おお、あれあれ、あ、ごちそうさまです、すいません100ルピーでした。ちょっと予想以上の収益を得ることができて、私ホクホクしております。ということで、いきなり4つ目に来ちゃったけど、まあいっか別に。じゃあ3つ目をしての、登って走ってきらめいてコマネチッチーということで、上を見上げて発射したけど光は全く反応してくれませんでした。そういうこともあるから気をつけてよ。ドゥ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 、あなたの髪の毛ない、全然全くないです。その代わりに泡をいっぱいつけてました。あらいいよ、もう一緒に、おう、ちょっと待って、痛い、あらサックンかな
途半端だわ、しかも命中率も低いわでさ、なんかもう踏んだり蹴ったりの技だわ。与えたダメージが高くなったから、よくはちょっと食らわないように、高くなったから、よくわかんないから、自分が突進することで、自分のダメージが上がったから、よくわかんないから、よくわかんないから、できれば ICL で安定的な視力を手に入れましょうってボイ。あれ？あれ弓矢じゃなくてもいいんだ。普通に切り続けてたらなんかいけた、いけちゃったぞ。なんかすいませんでした。なんかすいませんでした。まあ、とりあえずということで対200ルピー目予想してたルピーの倍を今いただいている状況でございますんで、さてさて残り2体でやんすね。残り2体をしっかりと捕まえて乳首ポリポリミコリポリとやっていって、とりあえずピョン。ねえ、ダメだ、くそ。でそこ登らないよ。こっち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 。クリポックリこっち進んであげましょう。あ、でもそっか、こいつめんどくせんだよな。キッチャ確か切れないはず。なんか弓矢か、そう、なんかアイコンさんがさ、羽を使ってたんだけど、あれ、切れないのちょっとよくわかんないよ。まあまあ、アイコンさんの動画見たら、もう何年前の話だったんだ。柱の裏に隠れないやつ。お前は手に当たったら、あっ、じゃあ直接、熱くない、冷たい。超接マジで見とけいつの間にか入るわい。今年本当に何もないんですよ。こっちに大丈夫、あられる。あー、何が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 見えないままに効率ゲインされた。マジで無償のゲイン。ちょっとこれでいくかな。これでどうかいくな。いや、なんか久々に中腰として出てきたことがあってさ、なんかこいつが若干はしゃいでるような気のせいでしょうか。はしゃいでるのは申し訳ないんですけど、まあ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 、あの弱さに弱ささせていきますよって話なんだけど、てれ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 、オッケー。さて最後がダイナホスか。燃えへんな全然。やっぱボスガロみたいになんかね、あのちょっとギリギリ瀬戸際の戦いなんかっていうのできてたら面白かったかもしれないけど、そういうわけでもなかったっていう。で、オープンササミデビー。さて、じゃあこっち戻って、危ない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 、危ない、ちょちょちょ、おおお、なかなかのアクロバーティックな感じですね。さて、勝負しましょう。上から降りてきたマリ、上からも、なんか、ただこっちの奥にもいなかった。はい。うっ、あ、うわ、こっち、うわ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 、ダイナホスは、所詮ダイナホスだったってか、ごめん。なんか、なんか、ごめん。いやー、すいませんでした。とりあえず100ルピーは手に入れたから、よっしゃ、これでハートキャッチプリキュアができたので、いよいよ洋風歌詞のお面まで飛ばしてお下げになるのかな。じゃあ、ハートのかけらブルーホス、そうブルーホースにできなかったんですね。ブルーホス、なんか改めてそうやって間違った名前をさ、あのなんかあったかも合ってるのが名前かのようにこう高らかに言われてしまうと、自分のミスがものすごく恥ずかしくなってしまうんだよね。うわ、狭いところにまた宝箱出しやがんな。ちょっと手渡ししてくれたらいいのとか、あいつ実体ないから物を渡せねえんだな。だからこうやってすぐ呪いの木箱を開けて、これ開けた瞬間にデッドハンドができる。ドゥ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 パーパーとばいい、ほうれん草を食べてムキムキポン。じゃあ、ここ戻っていって、わかったけど、とりあえず飛んだ方がいいかもしれないよね。普通に飛んだ方がいいよね。だから飛んでさ、
時間を進めていかないと3日目の夜中にならないと買えないわけだもんね。しかしまあ地球が落ちるじゃね、地球は多分こっちの世界なんだろうな。星じゃなくて月はよくわかんないけど、月っぽいところに行って、で餅をやりましょう。戻ってまいりました。カットオーケー。さてさて、じゃあもうね、ただただ、半時間じゃない、12時間ごと飛ばす。うん、なんでそっち喋んのよ。お店に入ろうよ。ということで、ここでゲットし、キャッチして、終わりを。出た出た出た。目をガン開きにしてね、全くもって瞬きさせないほどの強制力を働かしていくっていう、ね、超恐ろしい。もう、なんだっけ、ゴッキクとして作られたみたいな、なんか言い方をしてたよね、これね。もういつのね、お店蹴ったやなぁ。おう。よし、ありがとうございます。かぶってみましょう。めちゃくちゃ怪しいお目なんですけどね。これで、仮面コンプリートでございますね。いや、特に売るものもないので、お気遣いありがとうございます。お気に入っちゃ元気でな。月に潰されて死ぬ気なのかな。はい、ということで、全てのお面が集まったところで、次回からですね、ラスボス戦の方に挑んでまいりたいと思います。ということでね、次回白熱したパートをお見せできるのではないかなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみいただけたらと思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。